お腹蹴られた誰かにやったりされたのかもしれないです、うん、そういう可能性はあるかな。瀬戸さんは今日そんな痛いやん、ね、けど昨日ね、赤ちゃんもらって、リューダーになっとるかなんです、うん、で今見たのは胎盤というか赤ちゃんが入ってる膜なんです、うん、でそこに、まあ、水ですけどもね、匂いもしません、ほとんどしません。でさらっとした溶液で入ってるんだけども、それが出てきて、うん、で引っ張って取れたいうことは赤ちゃんが中に残ってるという可能性あります。でただ体力的に、小さい弱った境に、うん、手術してお腹それを取り出す、それをいつするかがちょっと、ね、残ってる赤ちゃんは、さっきの袋、赤ちゃん子宮の中では袋に入って、うん、なってて、滑りやすくて出やすいんですけども、それがなくなった境に、うん、自分でまず気張る力もないんやけども、うん、自分で出ることはまずないかなと思います、うん。だからずっと踊ったら腐って、もっとひどいことになる境にどっかで取り出さんといかんと思うんですけどね。でこの状況ではちょっと手術、うん、点滴入れて体力つけて、それでその中、うん、でここに一つ2匹おるんかな、こっちに、うん、今まだ電動ゲン取ったらいいんけども、点滴で解決するものなんですか。子宮が破れたりしてへんだら、
回復しすると思います、うん、ある程度はね。で、ある程度戻ったら、それで、うん、手術で、うん、それ開けてみな、わからん、開けてみて、うん、で、開けてみて手に負えへんこともあるさかいね。で、出血があった場合は、今お腹が一つの部屋になっとるさかいに、圧があるんです。で、出とっても、うん、出とってもその圧で血が止まることがあるんです。うん、少々の血管やったら血が止まります、はい、それでも開けると、うん、圧が逃げる境にまだ出血がバーッとするという可能性があるんで、そうなるとどこか探すのが一苦労者な境ね。で、まあ今割と血圧があった境に、ここね、ポコッと膨れて血圧があった境にそんなに出血はないと思うんだけども、その開けてみた手に負えへんいうパターンも考えられる境ね。そうか、今日やってしまうけれども集中になくなるかもしれんし、うん、その辺の子宮、まあ、この子宮を取るんですけどもね、うん、子宮を取るということは、まず血が子宮にも血が入ってますから、うん、それをくぼっと取る境に、うん、出血で血がなくなりますね、うん、全体の血がね、うん、それと、ぬくいものを取ること自体でショックもあるんです、うんうん、健康な時だったらあれけども、こういう状況で子宮を取り出した、そういったショックもあるんですね、うん、で、おまけに赤ちゃんが中に入ってる境に、大きさも多いし、血の量もそこが多い境ね、うん、これはドローとしちょっとドローとしてますから、うん、溶液ですね、うん、美味しくないな、うん、で、何で単なる流産かな、うん、首輪が外れてたんで、なんか首輪が引っかかってどないかなったんですかね。パニックって、あとパニックりますのでね、そういう逃げられへん時に、あ、ちょ